Space Monkeys TV。 はい、それではね、やっていきましょうか。水中動画撮影スタートです。さあ、今回ね、スモラバ。あぶね、ちょっと待てよ、あぶね、よし、オッケー。よし、スモラバなんだけどね、今回いろいろね、スモラバも、前回のね、ジグのね、福袋開封動画で、こんな感じでたくさんありますからね、一つずつ合うであろう、ね、ワームのね、トレーラー。これを選別して、28日の野池に、チャレンジしようじゃないかと思います。まず一つ目、こちら紹介します。これはですね、今勝の、これは、フジラバだね。これからまず、何に合うかちょっと検討して、私が独断と偏見でこれじゃねえかっていうのを合わせて水中動画で見ていきたいと思います。ちょっとね、これ、今、結び目、いちいち結び替えるのめんどくさいんで、こんな感じで、スナップつけてますけど、従来はスナップはつけます。つけないでやれば自然の動きなんだよね。で、今、フジラバこれ 2.3g。これに合うね、ワームの方、ちょっと選んでみたいと思います。ここ、針刺したところ、血まめになってる。行きましょう。はい、これね、2.3 だから僕なんか、ベイトフィネスでね、投げるグラム数の推奨って言ったら 2.5 から2.7 あたりから 5g までっていうのがね、やっぱり僕の中ではあるわけですよ。でね、やっぱ、ね、今勝シリーズのね、トレーラーといったら、アンクルコビーとか同じくね、会社のやつ使えばいいんじゃないのっていう話になるんだけど、今僕が持ってるアイテムの中で、使えるものっていうのを合わせていこう。2.5 だからね。まあ、一つのワームがだいたい 1g から 2g あるかないか。まあ、一番多分ジャストで合うのは、霞クローなんだろうね、きっと。こんな感じかな。今持ってるものでね。ちょっとこの霞クローつけてみようか。はい、装着完了。どう？見てくれのシークレットは。いいよね、悪くないよね。やっぱりね、同じ銅メーカーだけあって、今勝のね、フジラバと、霞クローのコンビネーション。さあ、水中の様子を見ていきましょうか。結構悪くないぞ。行きましょうか。さあ、行きます。投入しますよ。行きます。おお、いいじゃん、いいじゃん。落ちます。フリーフォール。立って倒れた。シェイク。シェイク。わー、プルプル感だね、プルプル感。シェイク。シェイク it。いいね。お、ちょっと立つ。ちょっと立つな。倒れる。立つ。こらえた。こらえた。倒れる。立つ。倒れる。やっぱね、ボワン、ボワンっていう水中波動だね。で、もう一個の候補は、同じ、クロー系のやつでも。これは、レイドジャパンのオカエビだね。いいシルエットだね。悪くないよね。よし、これも投入してみましょう。いきますよ。落ちた。わ、これはいい。これ超ベストマッチじゃん。ゆっくり倒れる。ピリピリしながらゆっくり倒れる。まず普通のフォールだね。フォールして着底してからが勝負なんだよね。ポン。ふわふわピリ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 って感じ。これピリピリ感が強いな。で、マイクロシェイク。このピリピリ感いいね。落とした。ゆっくり倒れてピリピリ。落とした。ゆっくり倒れてピリピリ。シェイク。ピリピリ感。いいね。さあ、そして、ちょっとスイミング。スイミングはどうだ？なるほどね。まあ、ちょっと今、ここ狭くてね、扱いにくいですけど、スイミングこんな感じ。なんか、ラバーと連動して、結構なんか細かい動きになるね。まさにフィネスって感じだね。はい。フジラバと、オカエビで、これは決まりだな。さあ、次のカップルを成立させよう。はい、次のジグ。こちら、まあ、似て似つかしい感じなんだけど、ちょっと毛の量が多いよね。これはジャッカルのベクタージグです。本当はね、これ、今スナップつけてますけど、これ交換用に今ちょっとね、撮影用につけてます。これ本当はですね、紐じゃないです。ラインをね、そのまま結びつけて、ここのラインアイにあるくぼみにね、そのラインがしっかりガチッとはまることによって水平姿勢が保てられるというね、優れもの。これはまあ間違いなく、あの、トレーラーでしょうね。よし、つけてみましょう。はい、つけましたよ。もうこれは言わずもがな。これはジャッカルジャッカルですよ。同メーカーですからね。ベクタージグにベクターバグだったっけ？名前忘れちゃった。わかんないからちょっとコメントでフォローください。これで OK でしょう。行ってみましょう。行きますよ。落とします。まずフリーフォール。OK! おぉ！めちゃええやん！止まっとる！よし、落とすぞ、ポン！いいね！このキープ力。
水面の90度に立つっていうのはね、自分としてはちょっとね、なんかちょっとね、威嚇力が強いかな、アピール力かって思うんですけど、このね、だいたい90よりちょっと倒れる70度、うん、そうだな、もうあわやかその真ん中45度でキープするっていうこの姿勢、完璧主義者だよね、本当に。自分の中ではですよ、45度キープって最高だよね、いいね。そしてちょっとね、着底フォールして着底してからの軽いシェイクでこのカーリーがゆっくり震えるよね。そしてスイミングさしてもカーリーがしっかり応えてくれる。これちょっと狭いから見えにくいけど、スイミングさしてもカーリーがしっかりヒラヒラとね、アピールしてくれる。そして何か枝にかけて一点シェイクしたところで、このね、手のこのハサミのね、こうナックルみたいなハサミがしっかり水流を受け止めて、こうアピールしてくれるね。その間に挟まれたカーリーテールもふわふわしてるし、もうこれは完璧な組み合わせでしょう。ピンコたち、ゆっくり倒れる、と思いきや45度でキープ。ほら、45度姿勢でキープ。素晴らしい。これまさに、筋トレでいうドラゴンフラッグ状態っていうのはこのことだね。よし。さあ、次行きましょう。これはもう言わずもがら。うん。ジャッカルジャッカルで決まりだな。オッケー。はい、続きまして、こちら。うん、ファイ、おうおうおう。はい、オッケー。続きましては、このラバーのね、ゴムにこう、刻みがベコベコついててね、いい感じに水流を受ける。そして、この、タコチューみたいなヘッド。これは、ヘッジホックジグだね。これはメガバスです。間違えたらコメントからお叱りください。ヘッジホックジグだったような気がする。ヘッジホックジグで合ってるな。よしよし。これだね。これも結構グラム的に重いんじゃないかな。うん。そうだね。結構重めだぞ。ベイトフィネスでもいけるし、スピングでも円筒形でいけちゃうんじゃないかなと。手返しの良さはどうなんだろう。ちょっとでもね、ブラシガードが弱いんだよね。だからちょっとあんまりこう、オープンウォーター向きというかね、カバーには投げられないと自分で思うから。これはスピニングだな。よし、これは間違いなく、あれがマッチでしょう。行きましょう。さあ、できましたよ。マッチさせた、ワンは、もちろんメガバスのボトルシュリンプ。もうこうやると宇宙人だね、本当に。おう、どこ行く宇宙人。ほら、頭がもうタコ中で体がもうね、ヘロヘロですよ。見てください、このなんかキツツキスタイル。That's キツツキスタイル。Easy to dance って感じでね。ちょっと Easy to dance 最近対応するようになるので、皆さんも一緒にコメントから Easy to dance って言ってくれたら嬉しいです。さあ、こんな感じっすね。さあ、行ってみましょう。水中動画。まず、フリーフォール。いきますよ。ふぅー。早っ。超早っ。ストン系だね。これじゃあ、縦ストで強いんじゃないかな。縦ストでヒラヒラ落とすっていうのは、僕の中ではあんまりこう、なんていうのかな、好まない。まあ、ノーシンカーのね。うん、縦ストっていうのはさ、ほら、杭とか、一本木がね、立ってる時に、その下にいるであろうバスをね、誘う、というのを、私は縦スト。うん、そういったストラクションを縦ストって言うんですけど、そういったところを狙う時っていうのは、ノーシンカー系のあのふわふわするワームでゆっくり落とすより、こういう縦のポールがヒューンって速いルアーの方が俺は好き。俺はだよ。やっぱリアクションで狙っていきたいから縦ストについてるバスっていうのは、ふわふわ上でこうやってね、ヒヤ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 って落ちてくるワームっていうのは、なんかアクターっぽいんだよね。うん、だから特に冬場とか、逆にこう、気難しい時期なんていうのは、俺はスピードで解決させたい。ヒューッと落として、ふんっつった瞬間にバクって食わせたい。うん。はい。そんなことはさておいて、今でも、ヒヤ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 っていう時のこの姿勢見ました？ほら。水平姿勢鬼だね。ほら。水平姿勢鬼だよ、これ。うん。初めて見る方にはね、鬼だよこれって何が鬼なのなんて思っちゃうかもしれないですけど、やばいでしょこの水平姿勢。ほらすごいね、完璧すぎる、相性バッチリだから、ボートとかの間とか入り組んだ角とか何かに挟まれた状況では、そういうところからポチャって落として水平でこうやってシェイクしてね、ゆっくりこう落として、何かにこうラインをかけながら落として、こうやって水平線で揺らしながら落とす系、ボトルシュリンプの強いところだよね。ボトルシュリンプ自体がね、ノーシンカーで落とすとね、水平ボールって言ってね、こうなんていうんですか、横向きになって落ちていく、こうストーンって落ちないで横向きになってゆっくり落ちていくのがこのボトルシュリンプのね、こう強みなんですよ。
さあ、そしてフォールしての水平姿勢はどうだ。45度で保てるか。保て、倒れるな、倒れたってな感じです。さあ次はこれです。これもね、ですね、これ今勝のですね、ジグですね。これはね、馬淵選手監修のマブラマだね。で、かなりグラムがこれ低いから、うん、 1. 何とかグラムだったかな、確か。なのでこれは本当にね、スピニング用だね。まあこれによって言ったらもうこれしかないでしょう。いきましょう。こんな感じ。これはもうスピニングであります。うん、スピニングであります。今勝のマブラバと C4 シュリンプでよかったかな、確か。うん、エバーグリーンの C4 シュリンプ。さあいきますよ。福島選手渾身の C4 シュリンプ。あ、やっぱりゆっくりだ。さっきの本当にボトルシュリンプとメガバスの組み合わせなんかだとね、一緒に考えたらかなりゆっくりだぞ。さあ2本の触覚がピンコたち、シェイクしてみましょうか。ピリ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 。着信みたいな動きだね、本当に。基本これは食わせの、本当に、うん、食わせのジグにしよう。落として放置、寄ってきたらピリリ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 リ、ポンポンパタ。これはベストだな、決まり、オッケー。さあラストはね、言わずもがなエグジグです。エグジグハイパーだね。まあこれはね、もう何にでも合う。うん、よし、できたぞ。最後はこれだ。エグジグと合わせたのはジャッカルのウェイバーシュリンプだね。ウェイバーシュリンプでよかったのだろうか。本当に間違ったらすいません、コメントからフォローください。いきますよ。さあフォール。お、スピードはそんな速いけど、まあいい感じだね。ウェイバーシュリンプのいいところはね、やっぱりね、こう泳がせる、ふわん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 というこういった泳ぎ方だね。いいねいいねいいね、優雅だね、優雅だね。さあピンコたち姿勢はどうだ。ふう、ゆっくり倒れる系だね。ポンふわーんパターン、ほっポンふわーんパターン。さあシェイク、シェイク、ピリピリ系。岡エビの方に動きは似てるけど、こっちの方がどちらかというとあれだな、まとまったピリピリだな。岡エビの方は分散してピリピリしてたけど、これまとまったピリピリだな。だからこれはできる限りこうね、泳がせて、泳がせて誘う系、こんな感じ。ふわん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 、ポン、ピリ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 といった形ですね。さあこれで終わりだ。さあスタジオに返します。スタジオのソルソン。はい、いかがだったでしょうか。あんな形でね、うん、私のね、選抜スモラバーの方を決めさせていただきました。ですね、28日の動画撮影は、野池で、フィネスの動画と、あとは、薪のね、ハードベイトを使ったね、動画の2つにね、分けて撮っていきたいと思います。それのね、フィネスのね、主に使われるであろう、スモラバの今日はね、1群、うん、組み合わせのいいワームをね、自分の持ってる、あのね、ぐちゃぐちゃなワーム群から、決定いたしました。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。エンジョイ YouTube& 11月28日の兆候をお見逃しなく。やべえ噛んだぜ。バイ。